リンカーン大統領の伝記と動機づけの引用です。エイブラハム・リンカーンは1809年に生まれました。私はケンタッキー州のマルタ小屋で生まれました。彼が7歳の時、家族はインディアナに引っ越しました。彼は21歳の時にイリノイ州に引っ越しました。リンカーンはほぼ1年間の正式な教育で独学しました。1830年代に政界に入る前は彼は店の店員でした。私は郵便局長、測量士、弁護士として働きました。リンカーンは1860年に大統領に選出されました。彼はイリノイ州議会とアメリカ合衆国下院で務めました。彼は南北戦争を通して国を導きました。アメリカ合衆国を守り、奴隷を解放することを宣言しました。リンカーンはただの南軍の降伏です。彼は数日後の1865年に暗殺されました。リンカーンの最も有名な動機づけの引用の一つは次の通りです。1865年の彼の2度目の就任演説から来ています。イエスは言いました。誰にも悪意はありません。すべての人を憐れみなさい。神様が私たちに正しいことを見てくださったように、僕たちが担当することをします。国民の傷を癒してください。戦いに耐える者の世話をします。彼の未亡人や孤児の世話をしてみましょう。私たちとすべての国民の間でです。公正で永続的な平和を実現します。大切にしていることをすべてやることです。この引用はしばしばリンカーンの和解に対する深い思いやりを示しています。これは献身の表れと考えられています。南北戦争によって引き起こされた大きな苦しみにもかかわらず、彼は国の傷を癒してくれます。私は団結と思いやりを持って前進しようとしました。彼が言ったことは、私たちは違いを超えたということです。私たちは公正で平和な世界を目指して努力しています。1860年にリンカーンが大統領に選出された後は、南部のいくつかの州が南北戦争の勃発を主導しました。それは連邦から分離されています。戦争中、リンカーンは軍事的挫折、政治的反対を経験しました。そして、戦争の両側で犠牲になった命たちです。継続的な悲劇を含む大きな課題に直面しています。それでも、彼は連邦を維持しました。彼は奴隷制度を終わらせることに専念しました。リンカーンの奴隷解放宣言は1863年に発表されました。南軍の領土にいるすべての奴隷です。私は自由になると宣言しました。しかし、すぐにすべての奴隷を解放したわけではありません。これは自由と正義のための戦争です。それはそれを道徳的な闘争に変えるのに役立ちました。リンカーンは解放に専念しています。人間は皆平等に創造されています。あなたには平等な権利と機会があります。彼の信念に基づいています。リンカーンは暗殺のほんの数週間前に殺されました。2回目の就任演説で彼は次のように述べました。和解のビジョンを提示したいと思います。彼は国の傷を癒しています。彼は戦争の結果として苦しむ人の世話をする必要があると言いました。彼はアメリカ国民にもこう言いました。アメリカ合衆国やその他の国においてです。彼は私たちに公正で永続的な平和のために努力するよう促しました。誰に対しても悪意を持っています。みんなのためにチャリティーをしていますと、引用、リンカーンの2度目の就任演説です。おそらく最も有名な言葉でしょう。大きな苦しみと分裂の中でです。それは許しと憐れみの精神を象徴しています。この引用文はですね、意見の相違は脇に置いておきましょう。平和と正義という共通の目標に向かっています。努力することの重要性を説いています。リンカーンの人生と彼の言葉です。大きな困難と分裂にもかかわらず、私たちはより良い世界に行きます。それは私に働くようにインスピレーションを与え続けています。平等、自由、思いやりに対する彼のコミットメントはですね、私たちにとってアメリカを偉大な国にしてくれた理想です。その理想を誰にとっても現実のものにします。進行中の作業を思い出してください。
リンカーンからの有名な引用です。誰に対しても悪意を持ち、誰に対しても慈しみを持つことです。南北戦争の余波で、それはしばしば統一と和解を要求するように見えます。この言葉は彼の暗殺の数週間前のものです。1865年3月4日の2度目の就任演説から来ています。演説の時点で南北戦争は4年間猛威を振るっていました。国は深く分断されています。リンカーンは大統領に再選されました。国の傷を癒し、連邦を再建することを決意しました。国家として前進するためには彼は非常に重要な人です。反対する者たちに対してです。私は思いやりと許しを示すことが重要だと信じていました。誰にも悪意を持ってという言葉です。しばしば恨みと復讐を拒絶するように見えます。リンカーンはアメリカ国民に対する怒りと怒りを捨てました。平和と繁栄という共通の目標に向かっています。私は彼らに協力するよう促しました。すべての人のための慈善という言葉です。彼らの違いに関係なく、それは他人に寛大さや親切さを訴えることに似ています。リンカーンの言葉は今でも意味があります。なぜなら私たちは分断と二極化の問題に対処し続けているからです。彼が統一、許し、思いやりに重点を置いていることは次のことです。一つの国として団結しましょう。共通の目標に向かって取り組むことの重要性を思い起こさせます。それは時間を超えて私たちに全てを与えます。これは強力なインスピレーションのメッセージです。47年と7年前、私たちの父祖たちは自由の中で生まれました。すべての人間は平等に創造されるという命題に捧げられています。それは新しい国、この大陸で生まれました。リンカーンのゲティスバーグ演説の始まりはこうでした。これはアメリカ史上最も有名なものの一つです。私たちの国の建国の理念と理想をすべての人に伝えています。それを現実にするための戦いが続いていることを思い起こさせます。分裂した家は立つことができません。リンカーンが大統領に選出される前のスピーチです。奴隷制と地域主義の危険性を警告します。あなたはこのフレーズを使いました。それ以来、それは分裂し、内部の争いによって弱体化しています。これは全てのグループの一般的な比喩となりました。誰にも悪意はなく、全ての人に対する慈善もありません。この言葉はリンカーンが暗殺されるほんの数週間前に書かれたものです。これは私の2度目の就任演説です。それは激しい分裂した戦争の真っただ中にあります。それは彼の許しと憐れみの精神を表しています。私は国民を強く信じています。真実が与えられているのですから、彼らはいかなる国家的危機にも対処できるでしょう。最も重要なことは、彼らに本当の事実を伝えることです。リンカーンは健全な民主主義のためにこう言いました。彼らは情報を知り、情報に参加する市民が不可欠だと信じていました。彼はたとえ真実を聞くのが難しかったとしても、政府の透明性と正直さに専念しました。私の関心事は、神が私たちの味方であるかどうかではありません。私の最大の関心事は、私が神のそばにいるかどうかです。リンカーンは信心深い人でした。政治的行動を正当化するために、彼らはまた宗教を使用することの危険性を認識しました。神様のご加護があるということは、自分のためにあるのです。正しいことをすることの方が大切だと思いました。ちなみに、リンカーン大統領のコメントは以下の通りです。それはリーダーシップにおける誠実さ、正直さ、思いやりの重要性を思い出させます。彼らは私たちの大きな挑戦と分裂にもかかわらず、それを信じています。より完璧な組合に向かって働くようにあなたを励まします。気に入ってくれて、私にたくさんの力を与えてくれます。